双葉町の今もまあ新しい庁舎に私たち伺っていますが、本当に町の復興にとってこの新しい庁舎が業務スタートしたっていうのは大きな一歩ですよね。ありがたいことに JR 常磐線の双葉駅のすぐ東側に役場庁舎があるということは利便性は上がっていると思います。特定復興再生拠点区域計画っていうのを教えていただいてもいいですか。第二次の構想で中心拠点はどういうふうな導入をするかとか、人が住んで生業はどうするかとか、新しい産業はどうするかとか、戻ってくる町民の人たちが何が必要なんだろうということを考えたときに、住む場所、さらにはやはり仕事がなかったら戻ってきても生活できないと、で雇用をしっかりしたものにしようということで、まず避難指示解除前に先行的に避難指示解除した中野地区で企業誘致ということで24社が立地をしていただくということで、今雇用の部分ではかなり戻ってきた人たちが働こうという気持ちがあれば充足されるんじゃないかなという感じしてます。町とその浅野年始が共同開発したタオル、抱きしめて双葉というネーミングですけれど、浅野年始さんが福島県に工場を作ると、でその情報をもらって調べれば爆発的に売れてるタオルだっていうのは情報として分かりました。実際自分で手に取って使ってみると、これは間違いなく絶対ヒットするっていう、そこの部分は思いました。これは絶対うちで来てほしいなと、まあ、我々の取り組みとしてはまず私が行って現地で熱く説明をする、でこの双葉の被災状況を隠さず、これだけ大変なんだっていうのを逆に見てもらったと、で浅野年始の役員全員来ていただいたんで、そういう人たちに訴えるっていうことをまずやりました。双葉に工場を作ろうっていうのは、やっぱり大学時代福島で過ごしたことが何かきっかけになってたりしますか。それで来るような甘いプロジェクトではないんですけども、でも逆に福島大学出ていなかったら来なかったかな。経産省のね、ある組織に、将来考える会という繊維の組織に入れていただいてね、そこで、この第一原発の被災地だけが全く進まないと、復興が助けてほしいということを、そこの課長がね、頭を深々と下げられて、これは、巡ってきたのかな、家内と息子と、そして入院していた父親と相談してね、家族全員でやろうということになりました。この、福島の工場は、双葉スーパーゼロという糸を持っています。糸を膨らます技術なんですけど、ね、この糸を世界にこの双葉から発信して、我々が成長することによってこの双葉も成長するだろうという、まあ、だから我々もやっぱ三歩よしですね。自分たちがね、道場だけで来てたら3年しか持たないし潰れちゃい、しっかりと儲けてしっかりと会社を大きくしようという、私は成功確信してここに来ています。柔らかいし、毛羽落ちも少ないし、乾きも早いし、乾きも早い、うん、だからこれ今1400万枚売れてる。すごい。一番力を入れているのは売り場であったり、キーズカフェっていうカフェも入ります。ここにですか。ここに、コンサートとかいろんなこともやりたい、コンサートいろんなイベントもやりたい、それもできるようにしてある。それから日本中のやっぱり中小零細企業さん苦しんでいるので、我々のように潰れそうになってしたわけでね、でも新しい糸を開発したり、自分でブランドを作ったり、社会に貢献したり、世界に打て出るっていうことはなかなか日本の下請けさんできないんですね。だからうちみたいな年始業っていうね、社用中の社用でもやれるんだっていうことを 見に来ていただきたい、だから世界中の人が、もちろんこの福島第一原発公開されると思います。確実に世界中の人に見ていただく、もう日本中の方に見ていただく、こんな街でもこんな素敵な店で堂々と仕事をみんなやってるんだよということをね、やっぱり日本人ってすごいなって、そこを見ていただきたいなと思います。なんかすごく重要ですよね、ここはね。 You don't have to cover up your scars. You're perfect, darling, just the way you are. 夢を諦めないです。こうして大きな夢を持つと、失敗を繰り返して
どっかでやめようかなって思うこともあるんです。でも諦めなかったらもうずっと成功ですので、やっぱり諦めないこと、夢をずっと追い続けることということです。 Open up my heart and you'll find love.